तो हेलो हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग खेलने वाले हैं घोस्ट ऑफ सुसीमा, जो कि बहुत ही प्यारा गेम है। और यहाँ से हम लोगों ने कर दिया है गेम को स्टार्ट। ये शायद जापान पे बेस्ड है, जब मंगोलिया ने अटैक किया था जापान पे। चलिए, तो डिफ़िकल्टी हम लोग जैसा गेम ने दिया है वही रहने देते हैं। सुसीमा जापान में ही बेस्ड है। क्योंकि जापानीज में सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हमने जापानीज में लगा लिया है। ただひたすらに暴虐だ。गेम का ग्राफिक्स काफी अच्छा है।我が方は80。पीसी के लिए इधर ही रिलीज हुआ है।無勢なれど、対馬の民を守らねばならない。今日、俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな。飲み込まれるぞ。習わし。武勇。誉れ。それが我らが道だ。我らこそ島の勇士。我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よっ！सारों के बीच में एक हो गई थी। よく聞け！腕に覚えのものあらば入れよ！なだ、チムニだ。これヘビーファイターだな、これ。我こそは足立春信。かの足立義信が五代の末裔なり。情け無用。さあ、かかれ！ある手、島を守れ！かかれ！ここは受けるか。なるもの、者ども続け！見えてるな。
残された道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく見ました。いたぞ、あれが敵将。確保できています。ここで決着をつけるぞ。チェイカンカレカニキチンカンカレ。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ。我に下るか。
かにしてここへ。武具はない、食料のみ。誰かが俺を見てくれた。ここを離れねば。もう子供、誰かが俺をかくまってくれた。そのものが立ちも。じゃあ、メープなブレード。うまい。जापानीज ब्लेड जो था उनको कताना भी।誰が歯を研いでおった？武士か？俺の鎧。壊れておる。だがあるだけありがたい。たちは？ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬことめね。おめを出せ。少しならあるから、持って行って。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた？数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くっそ、かがんで。民の命が。志村殿は行くそばにおられたか。地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺陣か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に捕らわれてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた？
死なれちゃ困るからさ、手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。ちょっとお前んかるこまらんよ、そのキャッチャルくるの。何言って。きちくめ。今はこらえて行くよ。待って。キヒエド。通って。よし。漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。何だと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるな。現場なきゃかわいい。空手じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。我が名は酒井仁、地頭である志村殿の甥、臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならぬ。できます、叔父上。そうか。グラフィックスがいい。
稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよ。はい、叔父上。Quick attack, cold, heavy attack. さあ、撃ってこい。Hold and steady attack. わしに当ててみろ。Quick attack, cold.よし、陣、撃ってこい。わしに当ててみろ。よろしい。さように戦えれば、あざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。では、そのあざをつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。そやつの目に砂を浴びせ鼻を折ります。それからめった打ちにしてやりましょう。それは誇りのない安き勝利だ。武士たる者、敵が卑劣であろうと自らは堕落することなく己の義を貫け。忘れてはならぬぞ。はい、叔父上。ではわしの防御を崩せ。酒井陣が勇ある武士だと示してみよう。攻撃で防御を崩し素早く打ち込め。攻撃で敵をひるませ即撃で仕留めろ。守りの構えだ。よく防いだな。良い構えだ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。よし。अच्छा ये resolve meter है। では受け流しを教える。わしの動きをしかと見ている。打ち込まれたらすかさず防げ。守りの構えは見飽きたぞ。覚えが早いぞ。撃たれる寸前に受け流すのだ。撃たれる刹那に受け流せ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわしすかさず切り返してみよう。よし、その息だ。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けた。ついた後の隙を見逃すな。よい切り返しだ。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて、陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が優劣を決めるとする。ではタコにしましょう。お見事です。うまいぞ、陣。手を上げたな。その一回テクニックにていう。目の前にあと一つだけ問う。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。
あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとそれは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。I've not tell samurai。馬屋にいるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。もう隠れんたちも取り返した。ちょっと侍バンペだ。一人も逃がせない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。